一枚岩一枚岩小座川の一枚岩とは、和歌山県東室郡小座川町の小座川砂岩にある、高さ約150メートル、幅約800メートルの一枚の巨岩、国指定の天然記念物である。一枚の岩盤としては、佐渡島の大の亀や薬島の千尋の滝などと共に、日本最大級とされる。石室は、小座川古城岩脈と呼ばれる、流紋岩失業海岸で、 品質かつ固く固結しているため、風化、侵食せず残ったと考えられている。どのような地質であっても通常の場合形成された岩体は、断層、摂理、風化などによって大きな岩体のまま残存することは少なく、このような巨大な一枚岩は稀であることから、1941年12月13日に国の天然記念物に指定された。 以前から一枚岩の岩肌に大きい地衣類らしきものがあることは知られていたが、2001年に具体的な調査が行われた結果、世界最大最長名とされるヘリトリゴケが生えていることが判明している。その大きさ、寿命が他に類を見ないものかどうか研究、調査が行われている。昔、大事の岩が大好物の魔物がおり、岩の多い小沢流域の下流から岩を食い荒らして、 言ったが、一枚岩に喰らいついた時、喰らずちの飼い犬に追われ、犬が嫌いだった魔物は逃げ去ったという伝説が伝わる。一枚岩のほぼ中央に縦に通る凹みは、この時の魔物の歯形であると伝わり、雨が降り続いた時に、上の池から水が溢れてて流れ出ると出現する。陰陽の滝は、魔物の悔し涙が流れ落ちたものであると伝えられる。ありがとうございます。